カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラは、ヒカクラができねえというのもガチで今困っててですね、マインクラフトを起動しようとしたら、なんか触っちゃったのか何したのかよくわかんないんですけど、ちょっとやばいことになってるんですよ。それをお見せします。どうやばいかというと、はい、こちら。ちっちゃい。なんかね、画面はこうちゃんとフルサイズになるんですけど、このなんかメニューがね、めっちゃちっちゃいですよ。で、なんかいじくって戻そうにも字が読めないんだよ、ちっちゃすぎて。これなんじゃこれ。でね、ずっと前にもなんかなっちゃったことあった気がするんですけど、なんかね、再起動がなんかしたら治ったような気がするんだけど、今回ね、もうパソコンも再起動したし、マインクラフトもこれね、何回も再起動とかしてるんですけど、治んないんだよね、これ。で、いつもいじってるから、この位置とかはなんとなく覚えてるんですけど、これが設定でしょ？これ違うよね。あ、違う。やばい。いじるとやべえ。なんなんだ、これ。で、これが確かビデオ設定で、どうしよう。なんだこれ。なんか、アラブ系っぽい字に見えるよ、この辺とか。どうしよう。え、なんだろう。なんかね、キュンってなったんですよ。なんか触ってキュンってなったんですよ。なんだ？なんかキーを押したのかな。拡大縮小とかあんのかな、これ。マウスのクリクリでもないしな。やべえ、マジ無理だ、これ。調べよう。マインクラフト、文字ちっちゃって調べよう。マインクラフト、文字ちっちゃ。マインクラフト、文字、小さい。あ、出てくる。マインクラフト、文字小さい。あ、これか！ GUI が小さくなった時の対処法、これか？むむむ？ GUI、ぐい。ぐい。ビデオ設定からぐい。ちょっと待って。設定。ビデオ設定。ぐい。ぐいってどれ？これか！ぐいです、ぐい。ぐいをぐいっとその治るんだ、これ。いやー、よかった。なんなんだよ、このぐいってやつは。ぐい大きい。あれ？変わんないじゃん。うわ、来た！ぐい自動だよ。ぐいの野郎。ぐい。これをじゃあ押しちゃったんだ。これを自動から一回押すと、グイだよ、これ。やっぱだよ、チビグイだよ。あ、もう一生忘れねえ、これ。自動。でかすぎて目が疲れそう。うん。いやー、よかった。はい、というわけで、アホな動画でした。お付き合いありがとうございました。バーイ。